OK ようこそみなさんでは始める前に誰か質問はありますか始めましょう私の画面を共有しますではそうしましょう通常授業に入る前に言っておくと今週はグループ分けをする予定ですがそのグループは私の名ばのスプレッドシートエクセルで公開します より大きいです400今のプロジェクトでは少なくとも5つか10つは低いグラフィックが必要だとトデータセッですまず最初にすることはグループのメンバーへのメール連絡先を掲載しますがまず最初にすることは彼らに連絡することです毎日チェックする連絡方法を2つ教えてあげてくださいあなたが毎日メールをチェックするかは分かりませんが は毎日数通りのメールなのか、そうでないのか、でも毎日確認する連絡手段を2つ与えて、お互いに連絡するルールにした方がいい。もし誰かがあなたに連絡をしたら、24時間以内に、できればもっと早く、少なくとも24時間以内に返事をしなければなりません。グループが決まったら、全員に連絡し、自分のグループのメンバーにも連絡する。 連絡先は二つだ自分用と相手用だ。ああ、その先のことは後で話すとして、せめて忘れないように今のうちに言っておこうと思ったんだ。何か質問がありますか和歌とラピッドマイナーのインストールは済んでるはずだ。このような事態を避けるため、私はナビにそれを書きました。今、 それを使っているところです。ラピッドマイナーもちょっとだけ。まずはラピッドマイナーを表示させましょう。デスクトップに表示させれば、これと一緒に見ることができます。私の画面を共有させてください。私の PC のこの画面は、来るのに時間がかかるようです。これだ。デダフジャエブフジャクバルワいな。デレクター。 ミュートしたのかではピドマイナーという単語で検索してみてくださいとおそらくこのように表示されるはずですをクリックするとスタートするようですそして 教育プログラムに行く必要はないと思いますが、そうすることもできますし、これを紹介します。ラピッドラピッドをダウンロードすればいいんです。ラピッドマイルスタジオです。ここで、登録と、インストールが完了したことを確認します。最初のミーティングでやったことを踏襲してください。では、 お会いできるのを楽しみにしています。さて、ラピッドマイナーをダウンロードしてインストールしました。で、こんな感じです。そしてワッカーズとの比較ですが、ラピッドマイナーはウェルカムよりずっと素敵に見えますが、こちらも見てみましょう。 パッケージマネージャーがありますね一家にはさまざまなインターフェースがありこれはウィキッドエクスプローラーと呼ばれるものですそしてワーカーではエクスプローラーからデータを開くことができますナレッジフローのインターフェースを見てみましょう w e ブインターフェースを使うのと同じようにこのようなものを使っていますまたピドマイナーに戻るとピドマイナーにはさまざまなパネルやウィンドウがあります と、多分、他のプログラムと同様にどのパネルを表示するかを制御することができますそれは通常プログラムの表示メニューで行いますここでビューを見ることができさまざまなビューがありますカスタムパネルを設定することでどのパネルを表示させるかを設定することができます ヘルプはここパラメータはここリポジトリはここだったと思いますとにかくどのパネルを表示させるかはコントロールできますしもし表示させたいパネルがなければ例えばここをクリックしてそれを表示させることもできますしそれを取り除きたければ閉じることもできますというわけでこれは多くの場合。 標準的なことです。表示メニューが何を見ることができるかを制御しているのですチュートリアルというものがあります全部見ることも可能ですがここではとりあえず見てみましょう1から5までがウェルカム画面です「ラピッドマイナー」にはたくさんの機能があります。 チュートリアルのパネルを見てください。学習パネルにあります。もし、あなたがチャーンモデリングをしているのであれば、 様々な種類の問題に対してあらかじめ作られたソリューションのようなものですもしあなたが会社員で多くの顧客を抱えているのなら例えば電話会社なら多くの多くの多くの顧客を抱えていますよね例えば電話料金の値上げをするような顧客を失うような兆候を見つけることはできますか データ量を減らし始めるかもしれない顧客を失う時期を予測し特別な取引や何かを提供することで顧客を失わないようにすることをチャーンと呼びます私たちはそれをモデル化し理解しようとしているのです。 誰がそうなるかを予測し、その予測に基づいて何らかの行動を起こす。ダイレクトマーケティングは、それが何なのかわかりませんが、自分の顧客が誰であるかを理解しようとすることです。そうですね、私は年寄りに聞こえませんね。速いバイクのことを知ってるんだろうけど。 速いバイクを売ろうとしないんだ、多分。彼らはバイクを吸いたくはないだろうだから彼らが全く興味のないものを売ろうとして機械を無駄にしたくないんだそのような場合その人が興味を持ちそうなものを売ろうとするのがダイレクトマーケティングであり人々が何に興味を持っているのかを知るにはどうすればいいのかそしてそれがなのその人たちが何に興味があるのかを予測することができるのです。 銀行としては、返済能力のない人に融資はし、たくないですよね。その人たちのデータが必要で、モデルが必要でもしその人たちがこのカテゴリーに属していたら、返済しないかもしれないというのが信用リスクモデルです。 マーケットバスケット分析とは何でしょうかそうですねボンジンティンドックは購入済みですそうですねよかったありがとうございますでも実はよく一緒に購入する商品を見つけてそれをおすすめのルールにすればそのまま読めたんです 人は店に行くとある特定のものをよく買うと思うんですだからそういうものを隣り合わせにしてよく買うものを買い忘れないようにするんですこれは機器の故障をモデル化した予知保全モデルの一例ですこのような場合 かゆいところに手が届く的な感じで、かゆいところに手が届くよう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 な感じで、かゆいところが届くような感じなぜなら、準備が必要なところに手が届くような感レスター価格開発、そうかな。 ライブチャート大丈夫運用か異常値検出。チャーリーもいれば。それはちょっと複雑だな。医療詐欺の検出です。医療費が無料でない国もありますしね。 センチメント分析って何ですか。人々が何を言っているのか、それが肯定的なのか否定的なのかのデータを見ている、ね。これらはすべて。例えば、トミカロイドが新しい件のデータで、何がかの例なんて。人々は何を考えているのかを理解しようとします。人々はそれについてどう考えているのか、良いのか悪いのか。などなど、たくさんのツイートを見て試してみるのです。 100万件のつぶやきを見て、100万件のつぶやきを読みたくはないだろうけど、何か他の方法はないだろうか。 このようなことを行うためのテンプレートが用意されているのでどうすればいいのか深く考える必要はありませんこのチュートリアルはステップバイステップでここをクリックするとスタートしますという感じでしょうかしかしこのような形で一度だけ パネルやチュートリアルを見て、学習することもできたと思います。それはどこにあるんですかあなたです。チュートリアルのパネルが見つからない場合は、ここをクリックし、チュートリアルのヘルプから、ここをクリックしてください。 誰か見つからない人はじゃあチュートリアルつまりビデオに戻りましょうそうですね一歩一歩進むんだそうでないと迷子になるラピッドマイナースタジオは「ラピッドマイナースタジオ」と呼ばれるシステムで。 ラピッドファイヤーやツールにアクセスする方法はウェブ上やクラウド上にもありますこのようにとにかくデータサイエンスの基本的なテクニックを実行することができますこのチュートリアルでは「タイタニック号」の乗客に関するデータを使います 「タイタニック号」はご存知のとおり巨大な船です墜落したんだ氷にぶつかって沈んだんだこの「タイタニック号」のデータセットを使ってラピッドマイナーの使い方を教えてください。 このチュートリアルはいくつかのステップに分かれていてラピッドマイナースタジオの基本的な使い方を教えてくれます各ステップでは具体的な操作方法となぜその操作が重要なのかを説明していますこの点線はチュートリアルのために用意されたものです。 これはチュートリアルで作成するプロセスを示したものでこのようなものを作成すると思いますこのようなことができるのりはこのようなものおかげですデータサイエンスを行うためにまず必要なことはデータがあることです このチュートリアルのステップ2パート2ではタイタニック号の訓練に関するデータを取得する必要がありますここではリポジトリパネルと呼ばれるものを用意しましたリポジトリとは基本的にファイルブラウザのようなものです でも、私は間違えて、これは似ていると言ってしまいました。このようなことは、あなたのコンピュータのどこかに実際に存在します。あなたのコンピュータには、トレーニングリソースというフォルダがあり、他にもサンプルというフォルダがあり、他にもこれという条件があり、そんなことはありません。の場合です。何か、探せばあるもんですね。 意味不明なファイルだが確かにそうだここをクリックするとさらにデータやフォルダーが表示されるそのように振る舞いますが実際には物理的なフォルダを表しているわけではなくデータベースがありそのデータベースにすべてのものが格納されています 例えばここに行ってデータを見てこのゴルフをクリックするとデータベースから検索してくれるんだそんなことはないゴルフという名のファイルは存在しませんそのためこのようなことが起こるのです でも、そうだな自分のパソコンで見つけることはできないだろうね。おっとこのデータファイルはサンプルデータファイルとでも言うべきものでおそらくこのチュートリアルではこのうちの一つを使用することになるでしょう。ということらしいです。 リポジトリは画面左のパネルにあります。リリポジトリを開くところでリポジトリファットパネルがなかったとしたらどうしますかまた「ビューショーパネル」を選択するとそのパネルが表示され パネルを移動させることができます。ここにある必要はないですよ。ここにあるのは移動させただけです。フォルダサンプルはここと、サンプルに移動します。このフォルダは、 サンプルとデータの2つのフォルダがありサンプルズとデータデータの2つのフォルダはタイタニックトレーニングデータセットをドラッグすることで開くことができますプロセスにドロップして画面の真ん中にあるプロセスパネルに移動します。 このチュートリアルでは「タイタニック」のトレーニングデータで作業しているので「タイタニック」の方をパネルにドラッグしてくださいとにかくこれはドラッグしてくださいこれは今日教えてもらったものなので画面の真ん中にドラッグしてくださいつまり最初の演算子を追加したことになります 中島京平、ラピッドマイナーのスタジオでは、主にリトリーブオペレーターと呼ばれる、ラピッドマイナーを使ったデータへのアクセス方法があります。京平中島、レイアウトは、このデータをドラッグすることで、どんなデータセットでも見つけることができます。京平中島、おそらく、 最終的にはサンプルデータセットで作業するのではなく自分自身のデータを持っま,まって作業することになると思います今彼らはいつもここのの中のどこかに保存しなさい、いと言います。コンピュータのどこかのフォルダに放り込むのではなくどうやら急速マイナーな方法でこの中のどこかにデータを保存するとうまくいくようですいデータがあったとしてそのデータにアクセスすることができるんだ。 デスクトップ上にあるデータでもラピッドマイナーが後押ししてくれるんだラピッドマイナーにデータをインポートするのはデスクトップにデータを取りに行かなくてもラピッドマイナーの中にあるデータをインポートすればいいからですそしてデスクトップに置いておくよりも少し早く動作するようになります そしてそのデータをこのパネルにドラッグすることでこのように呼び出すことができますこのようにさまざまなオペレーターが登場しますわっでもオペレーターと呼ばれるものがありましたがここにもオペレーターがあります。 数学では演算子は足し算や引き算掛け算や割り算のようなものですがとにかくここでは何かをするためのものつまりこれはこうなるということができます。 欲しいデータを表示したり欲しいデータが最初のプロセスはできます。についてですがこれが何を意味するのか分かりませんね。ラピッドマイナーアナリストはオペレーターを追加したり接続したりすることでプロセスを作成しますこのポートがある場所に移動させましょう。 このように、特に決まった場所に置くとこの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 場所に置くと この場所に置くと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 この場所に置く,に置くオペレーターはポートここでつながっているそうです。出力ポートに接続することで出力ポートにはこのような短い名前がついていますタイタニックトレーニングオペレーターのツリーの上の部分と結果のポート これはパネルの右側にあるリザルトサポートアワーイエスと呼ばれるものでこれをやってみましょうどちらかの方法で接続しますポート間をドラッグするかまず一方のポートをクリックし次にもう一方のポートをクリックするかまずここをクリックし次にここをクリックします 説明優れた最初のプロセスが構築されましたね PID マイナース udio ではリトリーブオペレータの出力を見ることができるようになりましたオペレータの出力を見たいときはいつでもこのオペレータの出力をレストポイントに接続する必要があります。 次に、プロセスの実行をクリックします。プロセスの要素を接続した後、実行ボタンを押すと出力が表示されます。左上の実行ボタンをクリックすると、このプロセスが実行されます。それをクリックします。この結果は、Excel のスプレッドシートのようなものだと考えていただければと思います。 これらの列の列名前派行番号です。つまりこれらは数字でこれは乗客かどうかこれはタイタニック号に関するデータで実際には乗客セットですそしてこれは彼らが生き残ったのかどうか次の列は彼らの年齢そしてその次の列は選手の乗客名簿1等席か2等席かとかそのクラスとか。 次に性別、兄弟姉妹の数です。親の数つまり子供の数その会社はもしかしたらそしてなんじゃこりゃいくら払ったかという乗客の公平性さてトルクチュートリアルに戻りましょうラピッドマイナースタジオで最初のプロセスを実行したのはいいことでると。 プロセス内のオペレーターがそれぞれのアクションを実行します。ここではあまり多くのアクションはありませんが、マイナーがプロセスを実行し、結果ポートに接続されたデータを選択した後です。結果ビューの中央で、ここまでは、リザルトビューのことですね。タイタニック号の乗客の家族構成や年齢などの生データは、統計タブで見ることができますので、 こちらをご覧ください。統計情報のサマリーは、例えば以下のような有用な情報を得ることができます。タイタニック号の事故では349人が生存しています。つまり、この緑の列は何人が生存して、何人が生存しなかったかは分かりませんが、統計タデータは3749人の乗客に送られたもので、もし違う結果が出た場合。 その,データの正しいデータのルタをドラッしていることをかくんしてください OK ではこうしましょうここでは349人のイエスか349人のイエスがありこの時代には生き残っていたのです。 平均年齢は29歳ですこれらの変数を要約すると各変数は列になっており各列は基本的に変数になっていますそして生存者の列年齢の列クラスでのパス性別兄弟姉妹の数このタブをクリックすると実はここに上がる前にいたんです このタブかボタンをクリックすると、それぞれの変数のサマリーが表示されます。はい、と答えた人もいれば、いいえ、と答えた人もいるわけですから、おそらく以前は何人いたのか、そして今は何人いるのか生存、ということでし何人がそうでなかったかは分かっています。349人が生存し、349人がそうでした年齢は乗客クラスごとの平均年齢で、 各クラスがが何人だったかがわかわります。このようにそれぞれの変数に関する統計が表示されクラスなどの役に立つことがあります。 このデータは211ドルと338ポイントですが整数ではありませんから整数とは言いません兄弟姉妹の数は2.8人ではなく2人か3人ですこれは整数値ですが兄弟姉妹の数はそうではありません このようなデータ型は一般的ではありませんがこれはもう大丈夫ですこのような言葉を使うのはなぜなのか誰か教えてくださいプログラミング言語や誰もデータ型に多項式や二項式という言葉を使ってないんだ。 そうですね、この人自分の名前を勝手につけているような気がしますでもなぜノミナルなのか誰かわかる人教えてくださいまた他の名目的なものこの名目的なものなぜこのような言葉を使うのか誰かわかる人はいますか 旅客運賃と旅客数親の数は整数これは実数の年齢でも何なんだこれは誰かその意味と理由を知っているかタンバーサウミクアジメイン A2 公式はちょうど2つの項を作るからだと思いますそうですね 二項とはどういう意味ですか？タンバーサウミクアジメイン生き残ったか生き残ったのか、ね、という意味です。少年映画もそうですが、よくわからないけど、タンバーサウミクアジメインです。少年は普通だう言えばと思います。ある人から聞いた話なんですが、これはその音です。確か。 なぜそうなったのかそれはわからない何が起こったのかわからないこれを尊重させてくれそして子供たちにコードを渡してくださいちなみに翻訳ステップの場合はそれに書かないチャットボックスで。 チャットボックスにチェックを入れていたのでたまたまこれを見たのですが翻訳機の音が止まったとか翻訳機が止まったとか教授に割り込んでどうしてもこれをやってほしいと言ってくださいそれで本当にうまくいってほしいのになぜうまくいっていないのかそう本当にうまくいってほしいのに できる限りのことをしたいのに、これは僕にとっての実験なんです。さて、先ほどの話に戻りますと。そうですかついたぞ。では、話を戻しましょう。2つの値しかないから二項式と呼ばれるんだそうだ。生き残るか生き残らないか、イエスかノーか、そしてこれも二項式だ、男と女だから。 でもこれはどうでしょうなぜこれはどうでしょう誰か答えてください同じ人違う人誰でもいいですトランフォン・ルアン・カオ教授の男ですバイオームは基本的に2つの項のがギリシャ語なので多項式はバイオポリはメニーでノミナルになるんですがなぜノミナルになるのか誰かご存知ですかその通りです それはギリシャ語がわからないからかラテン語でもギリシャ語なのかどちらかだと思います。は名前の意味です。は名前と同じという話になると<す>数字が正しいわけではありません。旅客クラスは2番目と3番目は数字になるけどこれは数字じゃない。そうだな。 でも、なんでそんなことをするのかわからないって言ったんだだってただのバカじゃんだって彼しか使ってないんだからなんで私たちが私が知る限り彼が使っているその汗について学ばなければならないのかとにかく。 とにかく私は彼を批判しますがこのままいきましょうだからこれは変数はたこのししたですがこれは整数変数でこれは数値ではなく二項変数です典型的な例ですがこれは二項式ではなくもちろんよくあることですこのように性別は男か女か 2つの可能性しかないので FBI はそこから来ているのでしょうその通りですその辺は。 フィードマイナーの得意とするところですね。を記録しています。さて、この日の様子を見たいとします。レポートを作成するときには、たくさんのグラフィックが必要になりますが、輪っかを使うこともできます。このように、輪っかを使うなら輪っかにデータをインポートし、これを使うならこれにデータをインポートし、 そしてて噴射の方法を知っていななければなりません。グラフはアクセスとワルノラーにアクセスする方法を説明しますそれからタブローというソフトウェアもありますそして最後に最終プロジェクトに向けて今タブローでグラフィックを作る方法について少し説明しましたグラフィックスがたくさん出てきますがいつもタブローを使えとは言いませんがタブローの練習と グラフがきれいに見えるので使ってくださいとお願いしました。覚えている場合、あなたの論文の最初に表示されるグラフィックは、タブローを学び、 彼らはまたよく大丈夫ウィッカまたは多分 Excel で同じデータを行くことができるようになりますこのような場合エクスポートを行うことで他のデータへエクスポートすることができますデータセットタイプ別どんなデータかわからないけど欲しいかもこのタイタニックのデータは 物理的にはコンピュータのフォルダの中にあるわけではなく別の方法で整理されデータベースの中にあるのですがエクセルにエクスポートしてエクセルで見ることができるようにすることができますどうやるんだここだここだオペレーターがいるこのように。 データアクセスファイル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 といったものがありますそして3つの選ます。 しかし、それは右の後、ここによくフィットすることが判明した、と私は思います。多分私はそれについて間違っている。私は右のエクセルと呼ばれるものを見たので、それをダブルクリックすると、それはここに入れて、実際に自動的にここに接続されているように見えるとは思いません。しかし、この辺に繋がってないんだろう。 ファイルを移動させる場所がないので、それらを修正する手がかりを与えてから、ここをクリックしたんだ。そして、Excel ファイルを作りました。Excel ファイルの場所はここ、つまり、私のコンピュータのメインフォルダにあると教えてくれました。そして、 これは同じデータでエクセルにあります。これをワッカーで開くとします。まずこれを CSV ファイルとして保存します。ということはもしエクセルファイルを開くというわけでほとんどのデータ CSV 形式にしてみました。 ここでデータを作成します。では、仮に、が生き残った。そして、そして、他に何があるかというと、男性です、どうやるすウィハブフィーソーかここではイエスがあったのか。では次に、ゲンセックスセックスが男性であったことをイエスノットメールとします。 料金は5ドル、そしてこれはイエスです。一番シンプルなのはテキストファイルか csv ファイルで、たいな感じのデータで csv ファイル。行列は列のヘッダーで、これは実際にはデータではなく変数の名前です。 ここでは、ここに保存して、サンプルと呼ぶことにします。保存する形式はいろいろ選べます。Excel のワークブックとして保存することもできますし、他にもいろいろな形式があります。 テキストファイルとして保存することもできますが、このように CSV ファイルとして保存すると、そうですね、まず Excel ファイルで保存して、CSV ファイルで保存する方もいらっしゃると思いますが、私はここに移動します。そして、それを探します。私の遅いパソコンではね、とても遅いパソコンで、私のパソコンはどこですか ここで聞いてください。よくぞ言ってくれました。これです。これをダブルクリックすると Excel を開くことができます。これは Excel のアイコンです。でも他のソフトで開くこともできます。Windows にはメモ帳というソフトがありますよね。 そうですね、このメモ帳はとてもシンプルで何もないようなとても基本的な無料ソフトです。 このような場合、某有名企業が某有名企業を某有名企業に変更することで某有名企業が某有名企業を某有名企業に変更することができます。このメモ帳をクリックするとエクセルを開くことができます。でもメモ帳で開くと、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 メモ帳で開くと メモ帳で開くと、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 くとこのような感じです。CSPCSP とは、CSV はカンマ区切りという意味です。わかった。だがそれは俺たちがやりたいことではない。変数はここからそこに、ここから開きたいことで、だから俺たちはそこに戻らなきゃならない。一方プログラムファイルは、 この C にあるそれのようになりコメントは表示されませんがセルに格納のされているのでよみやすくなっていますさてこれを Excel ファイルとして保存したとします それを見てみると、メモ帳で見ると、大きな違いがあることがわかると思いますので、ここで、Excel ワークブックとして保存してます。入力して保存します。そして、今度はそれを開いてみます。どこにあるんだこれはメモ帳で開いてみます。もちろん Excel で開くとこんな感じですが、これをメモ帳で開くとどうなるでしょうか もう一度メモ帳で開いてみますはエクセルファイルではないので単純にデータだけでなくいろいろと意味不明なものが追加されていますこれをメモ帳で開いてみるととんでもない塊になっていることがわかる ててて開いいて。みてください見てください。まあ,あ、今、それを行うためのオプションさえ与えていない。私はこの大丈夫な準備を聞いて、それはちょうどあなたが本当にノートパッドで Excel ファイルを開きたいことはありません。混乱に見えるだろう。それはナレ、ね、センスです。Excel ファイルにはい,ろいろなもののがが、入っていま,すがそのままますすそ保存すれば、 CSV ファイルには大量のデータが入っているわけではなく単純なデータそしてコメントそれだけが放り込まれますでも同じデータで Excel ファイルを作ったらとんでもないことにガラクタがたくさん入っているんだ余計なゴミを入れずシンプルなデータで保存する さてそれでは今、異なるものがあることを知っておいてくださいテキストエディターがありますそのうちの一つがこれです Windows ではメモ帳と呼ばれています Max までは知りませんがほとんどの人が知っていると思いますってな具合にノートパッドは LINE なんですノートパッドは無料のものでもダウンロードできますしノートパッドプラスプラスというのがあって これはすごくいい最近人気のあるビジュアルス튜디オコードというのがあってこれはとてもいいこのようにメモ帳と同じような感覚で使えるのですがより多くのものが入っているのが特徴です。 メニューがあります。アダムを使うかこっちを使うかですねビジュアルスタジオのコードですもしくはメモ帳のノーパッドでプラスプラスも良いですよ Windows のビジュアルスタジオの場合、ビジュアルスタジオのやつとアダムは Mac でも動くけど。 ノートパッドプラスプラスは Mac では動きませんねなるほどねとにかくそうでした映像を見ているとそしてそのデータを Excel に書き出しますがのビットですとしています CSV ファイルです ここでそうこれは簡略化されたエクセルファイルなんだこれを保存しようそしてここにあるかどうか見てみましょうここにありますさて私はこれを仕事に簡単にアクセスできる場所の武器に置きたいのですがまあ実際にそれをする必要はないはないのでこれを閉じて他のインターフェースにもろうそして 元のインターフェースに戻りましょうここで開いてみてくださいさてこれで「WakeUp」を開いたわけですがあなたも「WakeUp」をインストールしていればまずそのインターフェースに気づくでしょうこれです 基本的にいつも使っているのはエクスプローラーと呼ばれるものでバーをクリックしますそして ファイルを開いて正しい場所に移動して実はこのファイルナビゲーターはあまり良くないんだ仕事では3 7六十2月1日より大きい193年12月1日。 そうですね、電話しないといけませんねファイルの種類は CSV なので WICA で開くことができますそして同じ変数が表示され OK ですここで作成した CSV ファイルを開き p i d マイナーでエクスポートしデスクトップか何かに保存しました という名前でした。タイタニックトレインと呼ばれるものでデスクトップにあったものをこのボタンをクリックして開いたところ見つかったのかもしれませんそしてこれが同じデータですクラスへの通学路、セックスそしてこれらすべてがここにあります 違いますね。スプレッドシートはもういいとしてベーシックはこんなもんでしょう同じようなゲームを開いてみる OK 休息をしてみましょうこれを消したければ右クリックして削除すれば元すチュートリアルの次の部分なりまで半分くらいおめでとうございます。 演算子がどのような動作をするのか、また、演算子をつなげてどのような処理を行うのか、について説明します。プレスの実行はすべてのオペレーターを実行し、その結果を自動的に表示します。では、次のチュートリアルに進みます。次のチュートリアルに進む前に、この接続を忘れないでください。 ここをクリックしてからここをクリックしてください次のチュートリアルに進みましょう前回のチュートリアルではデータセットをロードしましたが今回のチュートリアルでもデータセットをロードしてみましょうエクスポートはチュートリアルの一部ではないのでできませんがデータセットを見つけるだけです トレーーニニングデータ、タイタイック、ここにおいてここにつないでこれはとてもシンプルな処理です通常、千二百1234のオペレーターは10人ほどいますがここではそのうちの1人と接続して実行するとデータセットの中身を見ることができるだけで大したことはできません つまり、あまり面白いプロセスではなく、プロセスと呼ぶのも難しいのですが、彼らはそれをプロセスと呼んでいます。とにかく、今すぐ自分でやってみて、できることを確認してください。 もしチュートリアルがなければ「ヘルプ」を開いてこれを表示させ入力できるものをエディタとチュートリアルのみんながひされますとにかくここにあるのはリポジトリパネルがありここに表示されます タイタニック号の訓練が行われたことを確認しここに移動しますそしてデータ。これはサンプルデータでこれを元に「タイタニック」を3つ見つけそのうちの1つをドラッグして取り込みます。 そして出来上がったけどそれをつなげるのとここからここまでとついでに言うと今年を指せばいいのかなという感じでべますがこのデータがどのようなものか,なんとなくかると思いか確にはわからないが年齢が性別を通過しているかあるいは上記のようなことがわかる。 そしてそれを引きずる。そしてそしてペットのパラメーターパネルが表示されますこのままでは意味がないのでこのままにしておきますそしてデータを見せるのはあまり面白いことではありませんが。 ここれがが私たたちが言ったことです。そしてこれらの変数に関する統計が必要な場合はここをクリックしてください。をククリックし、統計を取ってみてくださいここをクリックして X 軸を制御することができます X 軸が年齢で、そういえば。 なんでここの価値ンはこいつがとんでもない名前を思いつくのかよくわからんがそのためバリューコラムと呼ばれるようになったのでしょうそしてグラフの種類を選びます これはバブルグラフですが、他にもいろいろ選べると思います。そしてこのような表示になります。これがビジュアライゼーションで、データに戻るとデータが表示され、そのパネルに戻ろうと思えば戻れます。このボタンをクリックすると、デザインから結果に切り替わります。 そうでですか、では、今となってはどうやって UM をやったのか覚えていません。Excel ファイルにエクスポートする方法を教えてくださいでもここで Excel と入力してそうデータアクセスファイルの中にあるんだそう Excel だだから検索ボックスに入力してここにドラッグすればいい。 そして、マウスを乗せると掛ける印がつくので、これを切断してください。そして、これとこれをつなげばいいんだ。直線上に置く必要はない。こことここに置けばいいんだ。そうですね、やり方がわからないんです。覚えてないんです。でもやってみます。こことここをクリックします。 どっちがどっちかわからなくなっちゃったこれじゃダメなんだこの人がどこでこんなものを作ったのかわからなかったけど確かに直感的にはわからないけどとにかくどれをどうすればいいのかここで正しいことをしなければならないのかなんだか面倒くさそうだけどとにかくいろいろ試してみようこれだ 今更手抜きでもなんでもないんだけどまあいいやこれには名前をつけないといけないと思うんだけどその名もタタイイニックの TT、ファイル形式は Excel です。そしてここが「ディス・アイス・ザ・ホエアー・イッツ・ゴーヤー・トゥじゃあ、私が作るはわ私のドキュメントフォルダですこの時、 TT と入力して、開く、をクリックするのですが、これがまた威圧感がなく、TT と入力して、開く、は、選択、ではなく、保存。名前作業、をクリックすると、保存、になるのですが、開く、は、開く、と言われます。なるほど、とにかくそうなるんですね。で、ここでどれに接続することになったのかがわからないので、 とりあえずやってみることにしますたぶんうまくいったと思いますなるほどねそれで以前あったようにこの結果を表示するようになったのですが私のコンピュータではこのように正しく表示されましたのドキュメントを参照してくださいこれなら大丈夫だと思う だだだって、ただのお客さんだもん。もそれで私はどうしたかというとそしてこれをつなぐかこれをつなぐかこれをつなぐか迷った末にこれをつないだんですそしてそれはうまくいったので私たちが言ったもう一つのことですもういいよこれ以上はやめましょう。 このチュートリアルのうち、今は、ラピッドマイナーの動画がたくさんありますので、そちらをご覧ください。それを元にした質問に答えてもらうこともできますよ。でも、今は他のことにしましょう。さて、さて、次は、これを閉じて、次は、目を覚まそうか。では、 変更を保存してください。ではウェイクアップを開いてみましょうでは今の仕事、パソコンで開くのに時間がかかるんですコンソールで開くかコンソールなしで開くかですが99%はコンソールを必要としないのでこれだけでいいと思います 今、私のパソコンでは時間がかかっていますなるほどそれでやっと開くんですねあと授業の最後にエクスプロアを使うことが多いのですがそれはずっと後の話なので今回はこれを使うことにしますパッケージマネージャーのポップアップが出るかもしれませんが無視して閉じてここに移動してください あと、あなたのパソコンが早ければそんなに時間はかかりませんが最終的にはこうなりますさてここでデータサイエンスをやってみましょうこれを使って15分でデータサイエンスを教えます そしてあなたはここで15分以内に強力なデータサイエンスを行うことができますよしできるぞじゃあ今すぐ強力なデータサイエンスをやってみようぜもちろんデータサイエンスにはデータが必要だそのファイルを開く必要があるんだファイルを開くと、 そのデータを処理しななければならない。でもドキュメントフォルダに書いてあるんだドクターのデータをドキュメントフォルダに保存したんだでもこれって特定のファイル形式を探してるんだよね。ドキュメントフォルダにはないけど他のファイル形式なら開くことができるのかなこのようなファイルです。 CSV ファイルや Excel ファイルを開くことができますこのように「タイタニック」などは「 動作するかどうかを確認するために開いてみるのですこれはラピッドマイナーで遊んでいたファイルにもあると思いますのはこれではないドキュメントフォルダーをポートした Excel ファイルが見つかるか試してみましょうそれからこことこことここに行って TTP をさたしてないですしね。 フォルダを見たいから記録フォルダはどこだワッカーをインストールするとそれですをインストールしてその中に入っているかもしれない忘れ物をどこに置くか覚えておこう Windows の場合プログラムファイルの中にあります そして、和歌まで行かないといけないいい。とけここでデータがある場所を示しただけですプログラムファイル和歌とデータウェイクンドはその多くを与えてくれます無料でデータを使えるということはこのデータで遊べるこのデータで実験できるということです に保存されますわかめ3号この中に入っているんだ そしてこのプログラムファイルを探さなければならないそれをダブルクリックして和歌を探しますそしてその中からデータを探しますそしてそこには何もない「私は怖くなった」データが見当たりません「足を引っ張る」「これはひどい」 でもエクセルデータを探してるんだけどエクセルフォーマットのデータがないんだよねこれはワカサギのための特別なフォーマットで RFF と呼ばれるものです RFF に切り替えるとデータが表示されます。 これが我がが提供するすべてのデータセットですではこの名目かどうかというものを見てみましょう名目的という言葉がありますね。これは統計学でよく使われる言葉で「数値ではない」という意味ですさて「メンタル」は数字ではなく名前という意味で これは気象データになりますが数字ではない気象データなので開いてみましょうとこんな感じですこれでそのデータを見てみるとここでもう一度探してくればウィルソンプログラムファイルの場所を確認してください ワワかにありましたメッカとデータですそしてこれが交渉かどうかですさてこれを開いてみましょうバカではありませんでもメモ帳ならメモ帳を覚えているこれは特別にわからんのでどんな感じか見てみましょう デーータフォーマットです。これをメモ帳で開いてどういう意味か見てみましょうで開いてみますノートパッドですが時間がないので他の APP を選択させてくださいこれでどんな感じか見てみましょうこんな感じです開くとこんな感じです このように表示されますが実際のファイルはこのようなものですこのワッカーズソフトは何を知っているのでしょうかこれをこのように表示するのです属性アトリビュート属性アトリビュート変数バリアブル属性アトリビュートということです 気温湿度風量このように変数名とデータが表示されないのでこのように表示されないのですそしてこれがデータで晴れで暑くて嘘のようなそうですね。 これを保存しましょうこれはもともと特殊なフォーマットで開いていたものですこちらです arff 形式ですが一応 csv 形式で保存してそれを開くとこんな感じですこのフォルダはデスクトップと同じで csv に変更することができます このように「X」という名前をつけてデスクトップに保存しますそしてデスクトップで見てみますエクセルファイルや CSV ファイルのサイズになっているのでメモ帳で開くと前回と同じようにはいきませんね。 属性アトリビュートとか書いてあったところがなんちゃって CSV ファイルのようなモノコメントや変数名がここにあるように。 標準的なファイルとして保存することができるんだわぁ、とにかく、さっき見た通り、俺はもう戻らないよでも、とにかく、データは取れたんだから、その変な形式を利用できるってことを説明したかったんだししとにかく、データが手に入ったので、予測をしてみましょう これは、見通し、温度、湿度、風、そしてプレイという変数についてです。そして、写真などもあり、見ることができます。しかし、実際にデータサイエンスを行うには、この上の別のタブをクリックする必要があります。そのタブは、クリッククラッシフィーと呼ばれています。分類された HabToDo をクリックする必要があります。本当のハードコアデータサイエンスのように、 ここでそれをククリックします。どうすればいいのかわからないと思いますが何度もお見せしますのでどうすればいいのかわかるようになります。データサイエンスができるようになるにはどの機械学習アルゴリズムを試すかを選択する必要があるんだ。 機械学習アルゴリズムの意味を理解する必要があります。その意味さえも分かりませんがさまざまな種類のアルゴリズムが存在します例えばさまざまなプログラムがあります異なるロジック異なるアイデア異なる方法で予測を行いそのうちのいくつかは他のものよりうまくいくかもしれません 例えば株式市場を予測するとしてある方法を試してみたら75%の精度が出たとしますしかしあなたはこう言うでしょうもっと精度の高いもっと良い方法を見つけられるかもしれないさてプログラミングを使う場合あるアルゴリズムから別のアルゴリズムに切り替えるのはそう簡単ではありませんしかし ックではとても簡単でこのボタンをクリックするだけでたくさんの中から好きなものを選ぶことができあるデータに対してはより効果的なものもありますそしてあるものは他のデータでよりよく機能するかもしれないだから試してみなければならないのですなぜならこれらは新しいアルゴリズムであり理論もなくただ試してみるしかない。 このようにたくさんのアルゴリズムがありそれぞれのフォルダに分けられています実際にはそれぞれに異なるアルゴリズムがあるのでここにはたくさんのアルゴリズムがありますそしてここに束があり独自の冒険があるのでどれでも選ぶことができますこれらはすべて異なる機械学習アルゴリズムでこれを行うとプログラミングでは1つかといいますあるいは3つくらいしかテストしないかもしれませんが ここではたくさんのテストをすることができます。では、一つだけ選んでみましょう。では、選びましょう。木のコーナーにあるこれ。あとここと、J48 というのもあります。今のは変な名前ですが、名前は気にしないでください。 多分後で説明しないと思いますがとにかくあれを選びましょうこれで準備は整った次はプログラミングだいろいろとやらなきゃいけないことがあるしたりいろいろなことをしなければなりませんがここではそれをするだけですぐに使えますなるほどそれでそうしよう。 このまま何もせずに開始をクリックします声が出なくなったので戻します CSV ファイルとして保存しますそうしてくださいそうかなもうやったんだけどなそうなんだもうやっちゃったよ よし、もう一回行ってみるかファイルに戻ってみましょうそうですこのデータは何なのでしょうか それは、天気、です。そしてそれは明らかに天候に関係するものですでも左の欄は「何なんだこの欄は」でこれは何なんだゴルフの話かなるほどそれでゴルフをする人しない人 晴天で気温が高く、湿度も高く、風もないのにゴルフをする人、しない人、まるで天候で判断しているようです。晴れてましたよ。気温は暑かったです。湿度が高くて、風が強くて、ゴルフをしないので、これを使ってもいいですかね ゴルフをやるかやらないかを予測するために使うんですそしてその分類を J48 で行うと1秒もかからずに完了しますゴルフをやるかやらないかを予測するスキームもありますよ。 さて、実行したところ完成したのですがこれをどう読むかわからないと思いますがあまり正確ではなく実際には50%しか正確ではなかったということです正しく分類されたインスタンスは50%しかないので50%しか正確でないため必ずしも正確ではないあまり良くないということですでもとにかく この結果をビジュアル化したものを見たいならこれが今あるものですこの方法を今すぐ覚えろとは言わないがここに行ってここを右クリックして覚えようとはしないでくれだって時間がないんだからこれを読むと。 晴天で湿度が高い場合このアルゴリズムではプレーしないと予測されますもし雨が降って風が強いという予報が本当ならこのアルゴリズムは彼らがプレーしないことを予測しますゴルフをする。 もし雨が降って風が強ければこのアルゴリズムは大丈夫、と予測します。というわけですでに予測アルゴリズムがあるわけではないんですがデダフジャエル・ハジャーックバー私は教授すみませんがこのチャートについてつ質問をさせてください,い,いこの数字にはどんな意味が案内にあるのでしかない。 だから今は無理なんですよ。だから私は他のことをしなければならないんですここでのことをしたそのアルゴリズムなんてクソクラえと言いたいところですが言葉は悪いですがあなた方独自のアルゴリズムを作成してみてくださいあなた 知っている、同じ日にゴルフをするためにネットを分けたと言ったんだそしてあなたは今すぐ独自のアルゴリズムを考え出すことができますねじわか自分でできるのかだからデータを見てある種のルールを考えなければならない今いくつかのルールを見たしいくつかのルールを読んだが自分で考えることができるのか あなたはアルゴリズムになれますかでは、CanU y o と先ほど見たようにルールは完璧である必要はないことがわかります。でも、できれば50%よりはマシであってほしい。なぜなら、50%では意味がないからだ。ここには2つのカテゴリーしかないのだから。 でもだからより良いけコインをはずど、100%正解である必要はない例えばあなたが毎日株にかけて80%当たれば株で儲かるように80%当たればすぐに億万長者になれるように100%である必要はないのですということはルールとはよく当たるものがあるのでは見通しが晴れなら今夜は そうですか<う>でも最後に言っておきますがもし見通しが晴れならゴルフはしないでしょうそれは一つの変数を使っているだけでまあエレキが晴れてゴルフはするようになるといえますがそういうルールもありますからどうぞあなたのルールは何ですかデダフジャエブ・フジャクバルすみません私の声もですデダフージャエブ・フジャクバル緑の先にソニーがあるデダフジャエブ・ハジャックバー もしそれが存在するならば人々はゴルフをしなくなるでしょうそれとも晴れていればということですかデダフジャエブハジャーックバー暑いのは本当に晴れやかな高さではありませんデダフジャエブハジャーックバーとはに風も強くないつまり3人ならまずまずの風が吹いデダフジャエブハジャックバーそれを通り抜ける複雑ですねあなたの脳は巨大なコンピューターみたいですが まさか4つの変数を使って仕事をする人がいるとは私は一つで仕事をしようと思っていた 2> 2かもしれないいやいやそれは素晴らしい私には到底無理ですデダフジャエブ・フジャクバルだってあなたの授業を受けたからですよあそれはないですね教<授>あでも以前はこんなことしてたんだけどもデダフジャエブ・ジャクバー私はあなたのプログラミングと統計のクラスをつかったのでですか彼らはいくつかの似たような概念だった 別ののルルールはないのかもっとシンプルなルールで私はやりすぎましたとにかく誰かこのルールを思いついた人。じゃあトランさんどうぞトランフォンルアンカを、そうだと思いますトランフォンルアンカを、たぶんウェンディと湿度に合うようなものをそうですね。トランフォンルアンカを、風がなく湿度が高い場合ですそこで。 右下にあるウェンディーと言ったわけですね。下と光湿度はブラウンだからブラウンならということとグローライトならということですねトランフォンルアンカオそうですねゴルフができなくなります、ね、そうですね茶色と青でテストしてみましょうか茶色と青色。うまくいかなかった地面と棒。うまくいったそうだトランフォンルアンカを。 今まさとということですトランフォンルアンカオこの場合変数があるので良い割合になりますねトランフォンルアンカオこんな感かったで良かったですよしもう一回やってみようあと数秒しかあないんだございました誰か持ってないだから珍しくないってことだろ 少なくとも俺はこれを見る傾向が面白くない完成されたものをたくさん見るのはそしてこれは好きじゃない複雑です。でもまあいいや60は何でもいいやと思わせているでも複雑なルールは難しいのでシンプルなルールで提案しますデダフジャエブ・フジャクバルもう一回<ー>教えてくださいダフジジャャエブハジャクバー、じゃあ。 50%の確率で弾かれないってことですねなるほどそれなら熱くても再生されないってことですね50%で OK50%、OK、で OK だからホットでいいんだいやホットでいいんだそうだセールだそうあれは失敗だっただから彼はあのルールが50%うまくいったと言ったんださて 彼はそのルールがどれだけ優れているかの指標を考え出したんだ正しい時間の割合だだから彼は2つのことをしたルールを考え出したんだそして試したそのルールがどれだけ良いものかを測る方法を与えてくれたんだとても良いことだルールを考えるここに住むのは。 そうだなタンバーサウミクアジメインですよしもし湿度が正常なら、ここが良い打撃でこのようなノート打撃の6章があることを我々は知っているどうでしょうタンバーサウミクアジメインこんな感じです6章黄緑青灰。グリーングリーン王 OK、です右のスコアです。毎回彼の意しは正しい6勝イエスで私は正しい緑だった6勝敗正はい正解です6勝敗正はい正解ですあ100%ブラボーですあれは大物です正しいです正しいですだからデータというのはそういうものですサイエンスそうですそういうことです 予測のためのルールを作ろうとしているんだデータがあればルールを作ることはできない実際にできることはデータを使わないことだこの変数があったと仮定して役割についてどう考えるかつまり風が強かったらプレーしないとかまた湿度が高ければ彼らはプレーしないでしょうそれはい、e、いと私は湿度がなければ14行だ。 しかし、かそれははデータサイイエンンティストやメインではない。つまりそれはそれで役に立つがデータサイエンスはデータからすべてを得ようとするものだと言いたいのだなるほどそれでデータから3つのことを導き出したんですね。異なるルールーで 1400万行もあったら、まともに処理できません。今1400万行も処理できる人はいません。データ量は多い方がいいので、1400万行きの方がいいと思うのですが、私たちの脳はそれに対応できないのです。だからアルゴリズムに頼りたいんだ。コンピュータを使ったトリックをね。 アルゴリズムなるほど、でもこれはどういうものかというとデータを解析していくつかのパターンを探すというものですデータを見るつまりパターンを探すんだそしてそれはまさにあなたがしたことでありワッキーがこのルールを思いついたときにしたことでもある。 そのルールーが何であれね今多くの人がアルゴリズムを構築しようとしていますがそれは本当にうまくいくのでしょうかだから彼らはそのためのアルゴリズムを構築してきたのですこれですはまだ動いてますねちなみに今です これを見ている人にはうまくいっていないということになっていますがとにかくこの構築翻訳をするアルゴリズムがあるんですさて私たちの誰も頭の中でそれをやろうとしたりデータをじっと見たりすることはできませんこのアルゴリズムは。 さまざまな言語を翻訳したり運転手のいない車を作ったりと驚くべきことをすることができるんだでもその根底にあるのは私たちが今やったことと同じことをやっているだけなんでデータのパターンを探すんだアルゴリズムはかなり高度なものになるそれでつまり。 どうやってこのようなアルゴリズムを思いつくのか不思議に思うかもしれませんしかしこれらすべてに対応することはできませんなぜなら これらには多くの種類があり、今最も人気のあるアイムというもののやり方を学ぶのに3週間かかるからです。という名前ですみません。ニューラルネットワークやディープラーニングと呼ばれるものでここでは多層ププリセプトタイムと呼ばれるものです。3週間かけてその仕組みを理解しましょう。 ブラックボックスではなくその仕組みを理解することでデータサイエンスについて話すときに自信を持って話してほしいんだ誰もあなたに嘘をつくことはできませんが確かに嘘をつくことはできますがあなたはデータサイエンスの本質に強い自信を持っているはずですディープラーニングの本当の目的はこのアルゴリズムです すべてのアルゴリズムがどのように機能するかはここではそのアルゴリズムを理解するのに少なくとも3週間はかかるので全部は無理ですがいくつかのとても重要なものとそれと同様に見ていきましょうどうすればいいのか良い結果を得るためにどのようにテストするかどのように結果を測定するかどのようにレポートを作成するかです。 もう時間切れですが見てほしいものがあるんです以前のレポートです生徒が言ったことそしてその場所、つまりその場所を教えますまたグループワークの方法を学びますそしてあるものについて学びます 七百二十四一時五十七分四十二秒九百六十より大きいゼロ一五十一百五十グループプロジェクトマネジメントというカンジャエバジャです。それもなぶとしたらムダムシュー中。花粉になるといるんですが、この間では昨年と一昨年のプロジェクト例を紹介します。これは前にも紹介したかな。 忘れましても<た>これを見て使ってほしいんですグループワークのモデルやテンプレートとしてねそれは後でやるからごめんもう終わりねさよならデダフジャエブハジャーックバー教授、ありがとうございました。